アムチャンネルです。今回は次亜塩素酸ナトリウムと過酢酸の特性比較についてお話しします。今回はこのような流れでお話をします。次亜塩素酸ナトリウムと過酢酸、どちらも除菌効果と洗浄効果があります。この2つの薬剤が持っている除菌効果、洗浄効果には何か違いがあるのでしょうか。今回はこちらについてご説明いたします。まずは次亜塩素酸ナトリウムや過酢酸が含まれる消毒薬についてご紹介します。こちらは医療器具の再生処理方法を分類したスポルディングの分類と呼ばれる分類方法です。医療器具の再生処理とは、使用済みの医療器具を再び使用可能な状態にするために洗浄や消毒、滅菌を行うことです。無菌の組織や血管に挿入する器具をクリティカル器具といい、主に手術用の器具などが分類されます。こちらの器具にはすべての菌を死滅させる滅菌処理を行わなければなりません。セミクリティカル器具やノンクリティカル器具は再生処理として消毒をする必要があります。このように器具によってどのような再生処理をしたらよいかを分類したものがスポルディングの分類です。こちらの分類の中で消毒条件は、高水準消毒、中水準消毒、低水準消毒の3つに分かれています。これらにはどのような違いがあるのでしょうか。こちらは消毒水準の分類です。高水準消毒は薬剤耐性の強い蛾胞菌を死滅させることができることが基準となります。中水準消毒は蛾胞菌以外の菌やウイルスを殺滅すること、低水準消毒では一定の菌ウイルスを殺滅することが求められます。その中で過酢酸は高水準消毒に、次亜塩素酸ナトリウムは中水準消毒に分類されます。次亜塩素酸ナトリウムの抗菌スペクトルは高水準消毒に匹敵しますが、有機物の存在下で効果が低下しやすいので中水準消毒に分類されています。こちらの表から過酢酸、次亜塩素酸ナトリウムともに消毒効果の高い薬剤であることがわかります。次亜塩素酸ナトリウム、過酢酸ともに除菌力の高い薬剤であることはわかりましたが、実際のところ除菌効果はどう違うのでしょうか。見ていきましょう。この表は各菌への除菌効果を一覧にしたものです。それぞれの薬剤の濃度を 200ppm に設定し、 5D 時間計測しました。 5D 時間とは菌数を5桁低下させるのに必要な時間のことを指します。黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌は次亜塩素酸ナトリウム、過酢酸ともに 5D 時間は1分で違いはありません。薬剤耐性の高いセレウス菌、いわゆる蛾胞菌に対して次亜塩素酸ナトリウムは 5D 時間が60分に対し、過酢酸は30分。また真菌、いわゆるカビに対しては、過酢酸は 5D 時間が60分に対し、次亜塩素酸ナトリウムは20分であることがわかります。まとめると、蛾胞菌に対しては過酢酸の方が、カビに対しては次亜塩素酸ナトリウムの方が効果があることが確認され、消毒薬にも相性のいい菌と相性の良くない菌が存在することがわかります。ここで一つ疑問が生まれます。動画冒頭にもありましたが、過酢酸は除菌、洗浄、炭酸カルシウムの除去ができ、透析における洗浄の3大要件を満たしている薬剤です。洗浄の3大要件を満たす薬剤なら、過酢酸1剤だけで毎日の洗浄はできないのかという疑問について見ていきましょう。こちらは次亜塩素酸ナトリウムと過酢酸の洗浄力を比較した表です。パス染色は糖鎖を紫色に染色する方法で、メンブレンが白色に近いほど汚れが落ちていることを示します。次
亜塩素酸ナトリウムではメンブレンが薄紫色から白色に変化しており、汚れが落ちていることが分かりますが、カサクさんでは色の変化はわずかなものとなっており、汚れがあまり落ちていないことが分かります。このことから洗浄力はカサクさんよりも次亜塩素酸ナトリウムの方が高いことが分かります。カサクさん1剤だけで毎日の洗浄はできないのかという疑問ですが、洗浄力が弱いためタンパク汚れが蓄積しトラブルが発生する可能性があり、現実的には難しいです。次亜塩素酸ナトリウム、カサクさんともに高い除菌力を持っています。次亜塩素酸ナトリウムはカビに対して効果が高く、カサクさんは蛾胞菌に対して効果が高い。洗浄力は次亜塩素酸ナトリウムの方が高く、カサクさん1剤ではタンパク汚れを落としきれない可能性があるため、次亜塩素酸ナトリウムとの併用が不可欠です。ご視聴ありがとうございました。アムチャンネルでは透析医療現場における情報を配信しています。もしこういったテーマを扱ってほしいなどあれば、ぜひコメント欄にお願いします。ありがとうございました。